タイノハマ駅は徳島県天群南町大にある四国旅客鉄道麦線の駅。臨時駅のため駅番号は持たない。2013年7月24日にリリースされた上野優香デビューシングル君といた空の極上版のジャケットにこの駅をバックにした本人の写真が使われた。駅の南側にタイノハマ海水浴場があり、夏季の海水浴シーズンのみ営業をする。 しかし他の臨時駅と違い路線図に記載がない。2018年まで営業期間中は午前中の特急、室戸、下り一本も臨時停車していたが、2019年3月16日、改正ダイヤ以降は午前中の下り、室戸の設定がなくなったため、普通列車のみの停車となった。2019年は7月13日から8月4日まで営業した。なお、 口述の通り、2020年及び2021年は、大野ノハマ海水浴場及び当駅の営業が中止となった。当駅が開設される時期に、当駅両側の雪駅及び、危機駅の駅名表が、ステッカー等で訂正されることはないが、麦線の各駅には、各駅から大野ノハマ駅までの時刻表、運賃を記した宣言掲示が貼り出される。 単式一面一線のホームを持つ地上駅、阿南駅が管轄している。駅ホームと出入口は海岸側に設置されており、隣接するタイの浜海水浴場の砂浜にはホームから直接降りていける。ホーム脇には2階建ての待合室がある。駅施設に連絡する公共道路はないが、麦線線路を挟んでホームの反対側を当線に沿うように、 徳島県道25号日和佐小野線が通っている。ありがとうございます。